どうもルイです。今回はですね、筋肉マンごくタックランブやっていきたいと思います。今回何をやっていくかというと、ストーリーのね第7章をやっていくんですが、まあ現状、まあ、編成はこんな感じと、まあ、チーム戦力は 83,950 と、で素早さの方が 13,451 となってますと。さあじゃあやっていきましょうか。でまあノーマルの方はまあこちらでね、最後と、第7章で最後なので、まあようやくかなというところですね。まあ、ストーリーの方は一応スキップせずに、一応連打でちょっとさっと見ていく感じでやってますね。まあ、ゆっくり見たい方はまあご自身でまあ見てくださいねという感じで。さあまあストーリーの方も本当にクライマックス、かなり強い超人たちが勢ぞろいと。で7の2で推薦が 63,500 ですね。まあ大丈夫でしょう。さあまあ一応フルオートでねやっていく感じですかね。一応全員UR ウルレアにしてますんで、まあレベルは全員60というところなので、まあ、戦力の方は結構差はつけていけるかなというところなんですけど、今普通に矢が刺さってました。これは大きな試練。さあまあこのノーマルのクリアが、まあ、一つの区切りかなと思ってますけど、このノーマルを全てクリアすると次ハードね、ハードをやっていかないといけないというところなんですけど、まあ、戦力の方もねそれに合わせてしっかり上げていかないと、だんだんちょっと敵も強くなってきているので、まあ、甘くないぞと。だから一試合が結構長くなってますからね、初めと比べて。これは文句なしの完全勝利だ。さあまあクエスト評価もしっかり取っていくと、まあ、できれば一発でちょっとね取っていきたい。で7も3で推薦は 64,000 ですね。ボスがアシュラマンと、まあ、アシュラマンも結構欲しいキャラではありますね。まあ、またガチャ回す機会もあると思うので、その時に、まあ、出てきてくれたら嬉しいなというキャラの一人ではありますと。アシュラマンの全体攻撃と、強いのよこれが、強いの本当。次必殺打ってくんの大丈夫か。さあなんとかちょっと勝ちましたけど、結構戦力差あってもこれですからね、強いね。次に行くと、全体攻撃の場合は本当に複数に持ってかれる可能性があるんで、一気にねクエスト評価落とす可能性がありますよね。ジェムがね非常に助かりますと。で7の5で推薦が 64,500 というところでいきましょうか。
相手はまあ SR もキントナもいらっしゃるというところで、まあ、編成の方にはこちらも SR の筋肉マンは入ってますよと。一応筋肉マン SSR の筋肉マンの、タッグの相手に、まあ、SR の筋肉マンを入れていると。筋肉マン筋肉マンみたいなことになってるんですけど、まあ、その SR の筋肉マンは結構その防御とシールドを張ってくると、防御力を上げてシールドを張ってくるという感じになっている感じですかね。ただ現状 SR と進化していけば、まあ、SSR とかにはなっていくんですけど、まあ、でも素材の方もね限られているので、まあ、優先的にはちょっと落ちるかなっていう感じですね。 SSR と比べると自分はちょっと SSR のキャラを優先的に育成はしてますよと。さあ次7の6で推薦が6万5000ですね。さあボスがまたもやアシュラマンと結構出てくるな。さあウォーズマンいいっすよ。ウォーズマン推しなので結構ね頑張って育成していこうかなと思ってるんですけど、アシュラマンもエグいな。全体攻撃本当に、さあしっかりラーメンマンが決めていく。さあ筋肉マンもしっかりね攻撃当てていって、防御力ダウンがあるんだね。さあ出血しっかり入れて、まあ、このターンでちょっと決まるかなという感じで決めましたね。クエスト評価ねしっかり取っていくので、まあ最短を走ってるという感じですかね。悪魔将軍ね、まあやっぱ出てくるよね悪魔将軍。ジェムが美味しいよと。さあ7の8で追戦は6万5500と。ラーメンマンしっかりクリティカル入れていくと。もう本当に7勝まで来ると相手もねかなり強くなってきていると。序盤と比べてっていう感じなんですけど、さっきと同じじゃない？気のせい？さっきと同じような感じのキャラが。クリティカルが結構でかいな。ラーメンマンの、さあもうそろそろここはまあ決まるでしょう。試合終了です。アドレナリンが出まくる最高の試合でした。
実況もなかなか面白いね。さあ次7の9で、推薦が6万6000と。ちょっとザコをね片付けて、あとはバッファーもバッファローマンを残すのみと。緊張感が増してきました。まあ、このバッファローマンもガチャで手に入れた方は、まあ、しっかり使っていってるんでしょうね。フリティカルが出まくりやな。今のところはまあ難なくクリアしていってますと。さあ次7の11で推薦が6万6500トン。クリティカルが光ってる。あ、入ってるウォーズマンとか。持ちこたえるか、それとも相手でも3人編成っぽいですね。これタッチしてこないってことはですよね。裏に筋肉マンいるな、よく見たら。あ、ということはこれでまあ筋肉マン出してというところですか。クリティカルがやっぱ入ると結構ダメージになりますね。ラーメンマンのクリティカルが えぐいわ。もうこんなできたらえぐいな。強いわ。さあ7の12で推薦が6万7000と。まあ、なかなかいい編成じゃないかなと自分でも思ってるんですけどね。筋肉マン、ウォーズマン、ラーメンマンと。まあまあ悪くないよねと。裏にはミート君が控えてますよというところ。さあ変わっていきたい。さあ、あ、落とせないか。こういうとこだよね。熱狂の瞬間。さっぽはダウンを取っていく。この胸の高鳴り。さあラーメンマンの必殺が、あ、そっちに行ったか。こっちに行っちゃう、もったいないな。ミント君の回復は結構ね、効きますよね、この辺は。
あとはチェリーマンへのコスパにというところですが、まあダウンと。まあ、一応ストーリーはまあさっと読んでる感じですかね。さあ次7の14で推薦が6万7500ですね。さあ、お、ボスが悪魔将軍来ましたよ。全体攻撃のクリティカル、えぐい、えぐい、えぐい。出血つけてくんの。ああそう。この一瞬が試合の流れ。そういうのがしっかりクリティカル入れていて。まあこのモーズマンラーメンマンペアにはちょっと届かなかったかなと。クリティカル出まくりやからね。さすがに悪魔将軍といえども。じゃあ次7の15で推薦が6万8000と、で結構何気に上がってきたな。何気に上がってきましたね、本当に。ちょっとバカにならんな、マジで。出血&クリティカル、いやこれでかいわ。これいきなりダウン取って、これでかいっすね。筋肉マン落としてでかい。ここはちょっと様子見的な感じになって、まあでもしっかりクリティカル出して、あ、勝てましたね。え、ラウンド2とかあん。おう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 おお、またなんか出てったで。さあ試合開始です。スミマスク、緊張感が高まっている。ラーメンマンが仕掛けていく。金は金額なん、相手のターン回って、お、ボスの弱気のメリーゴーランド全体攻撃、スキルも普通に全体攻撃と。ここはもうちょっと筋肉マンに決めてもらおうかというとこですかね。2万3000と。まあ、ストーリーと、マスクね。ストーリーのゲームはしっかりゲットして、
殺7-17で生成が68,500ですね。ここはボスがバッファローマン。観客たちが最初のボス。というところですか。ああまあさすがにここは一旦では筋肉マンは落ちなかったか。別の攻撃するか戦いのワンダーラッシュ。7面まで設定を決めて、まあうちの筋肉マンはまあ進化というか、まあ、削ってますから、ね、ちょっと頭一つ抜けてきていくかなと。その分ちょっと強いですね。試合終了でアドレナリンが出まくる最高の試合でした。さあ次が7-18で推薦が69,000ですね。ここで多分最後かなと。悪魔超人が勢ぞろいのレインボーステージみたいな感じになってますけど、そんなだからしっかり6体出てくるんでしょうね。ちらっと忍者の影が見えたが、この胸の高鳴り恋なのか。まあまあこんなの気にせんですか。さあここ真ん中落としきったのがちょっとでかいな。まあ、この程度の攻撃ならまあ難なく受けきれる感じですね。素晴らしい。ラムマンもクリティカル出していて、さあ忍者が出てきたよと。おほほ、凍結ね。ここをラムマンが必殺技を、あ、そっちか。そっちになるよね。なんだ、フォートなんでね、仕方がないというところありますかね。これは大きな試練。先にクマンも必殺技で、あ、そっちに打ってくれる、ありがたい。28,000ワンパンですね。いい感じ。ラウンド2とかあるの？ラウンド2とかあるの？すごく、ボスが悪魔将軍。さあ、先行はもらったよと。選手たちのぶつかり合いが楽しみだ。序盤のバトルが試合を。さあ、初手、ラーメンマンの必殺。キャメルクラッチ。これは悪魔将軍もたまったもんじゃないと。いうところでしょう。さあ金カードよ。いやー決めきれんか。さあ必殺来る。これがね戦力が同じぐらいだったら結構やばかったなと。全体の出血持ちとえぐいえぐい。いやもう次のラウンド回したくないんです。見事に倒してくれたと。まあ
クエスト評価ね、しっかり一発で取っていきたいところで、取れましたよと。というところで、まあ、第7章。ストーリーの難度が、ハードが解放されましたというところですね。さあ、クエスト評価をしっかり取っていったので、まあ、進行のね、報酬を取って終わりたいと思いますという感じで、まあ、次回からは、ハードになりますかね。ハードの方をちょっとクリアしていきたいなという感じになりますと。でまた何かあれば動画の方を出したいと思います。よかったらね、チャンネル登録の方と高評価の方よろしくお願いしますと。それでは皆様と。